僕は呪われているらしい。君との記憶ももう僕の中にしかない。僕が手放せば全て幻になる。それでいいんだ。湊くん、待ってたら来るかな。話さなきゃ、私のこと。また一人でに変身しちゃった。かけらに何か。僕のものを返してもらうよ。魔法使い、今日は一人かい？みんな。そんな。セダル、今の警報は？みんな。お前、どうしてかけらを？違う、別のかけらだ。これで11個目。他の10個は私たちのなのに。あ、また12個目。あいつが引き寄せているんだ。やばいやばいやばい。早く私たちも。スバル、どうしよう、私のせいだ。こんなの誰も予想できないよ。そうよ、へこむのは後、かけらの奪還が先。待ってろ、コソドラツの男。なんでこれ。君たちの能力は集めたかけらの力で増幅されていたんだ。かけらを奪われたことでそれが無効化されてしまった。つまり振り出しに戻っちゃったってわけね。虚しいよな。結局はかけらのご利益か。どうする、早くしないと手遅れになる。合体型ドライブシャフト再登場か。これなら彼を追えるはずだ。でもこれって一人乗りよね。だったら私が。あの、私が行きたい。あの人と話さないと。私、スバルちゃんどうして。あの人が湊くんだったの。あ、湊くんってあの花壇の君。どういうこと。なんだよそれ、スバルの純情を利用したってことか。葵ちゃん、だったらなおさらダメだ。一人でなんて危なすぎる。お願い、何があっても必ず私たちのかけらを取り戻してくるから。分かったよ、スバルンがそこまで言うなら。
くれぐれも気をつけてね。ボンボヤージュ、みんなありがとう。絶対無事に帰れよ。うん。あ、ちょっと。もう消灯の時間よ。また熱が出たらどうするの？大丈夫だよ。そうやって大騒ぎするから父さんも母さんも心配するんだ。来週には退院なんだから、もう少しの辛抱よ。うん。おやすみなさい、港くん。おやすみなさい。はあ、早く家に帰りたいな。ゆっと、あったあった。今日は調子がいいぞ。それ何？それ何？君、僕が見えるのかい？うん。君くらい成長した人間にしては珍しいな。君はまだ心に星を宿しているってことだね。で、君には僕がどんな風に見えているんだい？どんなって、僕と同じくらいの男の子？なるほど。ねえ君、星を見なかったかい？星？そうだ、何日か前に。そう、それが僕たちの宇宙船ってわけだ。宇宙船？あの流星雨が？今は壊れたエンジンやら漏れ出したエネルギーやらで大変なことになってるんだけど。彼は故障した宇宙船を直すため一人地上に降りてきた宇宙人だと言った。まあ今僕らに集められるのはこれくらいのものだけど。それは？このキラキラはいわば可能性の結晶、僕たちの宇宙船のエネルギー源でもある。あの流星雨になってこの地球に降り注ぎ、人々の心に宿ったんだ。可能性の結晶？さて、僕はもう行くよ。そうゆっくりもしていられないからね。僕にも手伝わせて。そりゃ助かるけど、君、寝てなくていいの？平気だよ。ふん。では。ねえ君、僕に名前をつけてくれないか？名前？呼び名がないと不便だろ。そうか、じゃあエルナとはどう？お牛座の2番星だよ。すると君が1番星のアルデバランってことかい？そうじゃないけど、君はアルデバランって感じじゃないだろ。なるほどね。で、君の本当の名前は？ミナトだよ。そう、ミナト。じゃあついてきて。でも、そこ窓だよ。そんなの、僕たちには関係ないよ。彼は僕を暗い病室から連れ出してくれた。僕にとって彼は初めての友達だった。僕たちは夜ごとキラキラを集め歩いた。不思議なことに、僕たちの姿は誰にも見つかることはなかった。僕たちの宇宙船は物質でもあり、エネルギーでもあり、あるいはそのどちらでもない、いわゆる重ね合わせの状態なんだ。重ね合わせ？そう、可能性が幾重にも重なり合った存在。そういう意味では人間も僕らの宇宙船と似ている。特に幼ければ幼いほど、何者でもないものはたくさんの可能性の間で揺れ動いている。そんな心の中で育まれ、やがて宿主が何者かになると、失われた可能性とともにその心から弾き出されたものがこのキラキラだ。弾き出されたらどうなるの？
何者かになることもなく消えてしまうね。可能性の結晶、選ばれることなく消えゆく運命にある者たち、僕にはなんだか愛おしく感じた。よし、今夜はこのくらいにしよう。うん。どうした？誰か見てる。まさか、僕たちのことは誰にも見えないよ。そんなある日のこと、僕の小さな宇宙に君が現れたんだ。ポンコツ一人で何しに来た？やっぱりこの姿だと私だってわからないんだ。それを返して。エンジンのかけらは私たちが集めていたものなの。お願いだから返して。みな、僕からかけらを奪うつもりか？そのかけらは一つ一つ大切なものなの。離せ。みんなの、私たちの思いが詰まってるの。あんな宇宙人のためにかけらを集めるなんて馬鹿げてるよ。スバルちゃん、大丈夫かしら？うん。葵、それ何してんの？だっていても立ってもいられないよ。スバルが一人で頑張ってるのに、こんなところで私は。だからってそんな長いやつ。確かにもどかしいわよね。ちょ、ウツキ、会長が伸びちゃうよ。ごめんなさい。スバルは大丈夫。きっとかけらを取り戻して帰ってくる。うん、そうよね。そうだよ、私たちが信じて待たなきゃ。ああ、あの宇宙人はただの意気地なしだよ。助かる選択肢が残されていないと分かっていて、選択すること自体を放棄している。身動きできずに問題を先延ばしにしているんだ。どうしてそんなこと？まあ、僕には彼らのことは言えないか。僕はこれを使って違う世界を探す。違う世界？この世界が僕を受け入れないなら、僕の方から捨てるんだ。僕と同じように、ここではろくな可能性を与えられなかった存在、みんなを連れていく。この世界もすっきりするだろう。どういうこと？あなたはどこへ行くの？僕は消える。その子は母親のお見舞いで病院に来ていて迷ってしまったらしい。夕べ流れ星にお願いしたの。お母さんが早く良くなりますようにって。あ、綺麗な流れ星だったのに。お父さんはそんなのなかったって言うんだよ。あれ、君だったんだ。え？その流れ星って僕のことだよ。見てて。大丈夫だよ、僕は魔法使いなんだ。魔法使い？その子との出会いは僕に希望をくれた。人の心からこぼれ落ちたキラキラ、夜ごとそれを集めて飛ぶ僕を流れ星だと思って、その子は願いをかけてくれた。今の僕ならそれに応えられるんじゃないか。誰かの役に立ったり、誰かを守ったりできるのかもしれないって初めて思ったんだ。わあ、あれ何？あれがエンジンのかけら。あれが？あれには僕たちの運命だって変えられるくらいの力があるんだ。
今の僕たちじゃとても手が届かないけどね。あれがあればあの子の願いも叶えてあげられるんだ。あの子？どうする気だ。捕まえるんだ。今の僕ならできる。よせ、あの力を個人の願いのために使うつもりか。エルナトだって本当はあれが必要なんでしょ。キラキラだってこんなに集まったんだし、きっと大丈夫だよ。ミナト、だって僕は僕は魔法使いなんだから。これ僕だ。そうか、君は気づいていなかったのか。どういうこと？一体いつから僕は。初めて僕らが出会った時からずっとさ。じゃあ看護師さんは家で待ってる父さんや母さんやあの女の子は、でもまた君と一緒にキラキラを集めればいいよね。そうすればもうダメなんだ。君にかかっていた魔法は溶けてしまった。そんなエンジンのかけら。あの力を使えば運命だって変えられるんだよね。え？この世界に可能性がないなら過去からもう一度可能性を選び直せばいいんだ。ダメだ。エンジンは未来へ向かうためのものだ。今の自分を否定すれば魔法は呪いに変わってしまう。だって否定するしかないじゃないか。僕のことを思ってくれる人なんて一人もいない。あの子も何もかも幻だったんだ。僕が初めて抱いた希望は全て。キョセ、自分自身を呪うな。うるさい。どうせ君も幻なんだろ。僕は必ず運命を変えてやる。こんな現実は認めない。僕はたった一人の親友を突き放してエンジンのかけらを目指した。すぐ届きそうに見えた。それも手を伸ばしてみると遥か遠くにあった。自分自身を呪った僕の強い感情は暗い星となって、意識は次第にぼやけ闇に飲まれるように途絶えた。そしてもう一方の僕は病室にいくつか残された可能性の結晶とともに眠りについた。それからどれほどの時が経ったのか、再び扉が開いた。扉を開けてくれた彼女だけは幻ではなかった。スバルは僕にとってただ一つの希望だった。僕があの時の魔法使いだよ。その彼女ももう僕とのことを覚えてはいない。僕は今も自分を呪い続けている。僕が消えれば全てが幻になる。扉が開くことはもうない。もうすぐ12個目のかけらがここに来る。かけらを集めて僕はこの世界からいなくなる。そんなの絶対ダメ。どうして？大したことじゃないだろう。君たちにとっては邪魔者がいなくなるだけだ。自分が消えてもいいなんてどうしてそんなこと望むの？君には関係ない。うん、私はあなたに消えてほしくないの。湊くん、湊くんはいつも私を助けてくれたよ。一緒に星を見るって約束もしてくれた。何をしている？私を見て。私、スバルだよ。やめろ。こんなところで変身を解くなんて、死にたいのか。みんな覚えてる。忘れてなんかいない。私も魔法使いだから。やめろ。二人で遠くの宇宙に行って綺麗な星空を一緒に見てたくさん話をしたことだって。それに
やめてくれ！ナト君、またいちご牛乳一緒に。スバル、僕の扉を開け続けていたのは全て君だったのか。こんなに近くにいてくれたのに僕は。よかった、いつもの港かな。港くん、希望が僕を苦しめるんだ。何一つ希望がなければこんな辛さを感じることもなかったかもしれない。港くん、君だって僕と同じ自分を呪ってる。心のどこかで君はこのままかけら集めが終わらなければいいと本当はそう願ってるんじゃないのか。それが君自身への呪いだ。あ、見てあれ。ん？スバル、素晴らしい、かけらが12個も。すごい、本当に一人でやり遂げるなんて。グッジョブ。スバル？スバル、スバルちゃん。ダメだ、私何も変われてない。彼女はいつも僕の扉を開き、僕はいつの間にかそれを受け入れていた。次回、最後の光と彼の名前。夢はもう終わりだね、スバル。